ではカジさんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします日本やりましたねやりましたいやすごい、えー、昨日ヨンチャンテレビに出演いただいて一、はい、対零日本が勝つというふうにお話しされました、はい、予想されました、はいえー、点数は違うんですけどでも一点差で日本が勝つというところはもうまさにその通りになりました最高の歴史的瞬間だそうですよね、はい でもなぜ、格上と言われるドイツに日本は勝つことがでできたのでしょうかではこちらのボードで解説をしていただきたいんですけれども、はいえー、青が日本、白がドイツです、えー、青の日本、上に攻めているというシーンですけれども。<laughs> はい 前半はまあ攻められましたね、強いな、ドイツと思いましたまあ攻められました、選手、はいまあ、も言ってましたけど、うん、コメントでは、ちょっとリスペクトしすぎたのかなと、うん、ちょっと見すぎたっていうのがあったので、うん、こう下がりすぎたんですよね、前線がこういけなかったっていうのがあって、下がりすぎて、ボールを運ばれて、決定機っていうのが多く作られた。 でさらにこの一点取られた、まあ p k ですけども、一、うんはい、点取られたっていうことで、これはダメだという頭の中で、うん、まあ監督森安さんもえっ、ー、とシフトチェンジしないといけない。そこで後半に入り、日本は大幅にシステムを変更。これが勝利への大きなポイントとなったと梶さんは言います。最初ディフェンダー4人だったのに。4人だったのに3人にして。なんかディフェンスが薄くなってる気がするんですけども、はい。この3バックに対して3枚で合わせに行った。 あディフェンス3枚に対して攻撃3枚と、はい、ここで取っちゃおう,っていう<ー>攻撃的なシステムへの変更待望のゴールは相手ディフェンス4人に対し5人で攻撃を仕掛けることで生まれまれしたここを南野選手が走ってクロスを上げ、はい、でノイアー選手が弾いてこのシステムでこの5トップっていうのがこういう利点が。 なるほどあってのゴールが生まれたでもまあこうやって見ると攻めがやっぱり多い分非常にその梶さん言うようにリスクはあるわけですよねものすごいリスクありますね本当に大胆な采配だったと思いますねじゃあ前半を見てあの監督がかなり思い切ったシステム変更を行ったということでいいでですすかそうや本当内心どうやったんですか1対0いけると思ってたんですかいや1対0は いけると思う中で。どういうこと？ちょっと大きく言い過ぎた。ちょっと。ちょっと大きく。本マ引き分けや。本マ <laughs> <laughs> 引き分けだったと思ってたのに。